中央電力庁は電力供給を標準化するために1926年電力法枠と1926に基づき設置されたイギリスの機関である。当時電力業界は600を超える電力会社と地方自治体の事業からなっており地域によって電圧と周波数が異なっていた。初代長官はアンドルー・ダンカン。セブは イギリス初の同期化された交流送電網を確立した。1933年までのそれは地域的ネットワークの集合体であり、緊急時に連結し、イングランドの大部分をカバーしていた。この送電網は1938年に全国的システムとして稼働を開始した。送電網が1947年電力法によって国有化され、 英国電力公社に継承されるとセブは廃止された。セブは電力委員会と平地されていた。英国公的機関改革の最近の動向。内閣官房。2020年7月2日閲覧。ありがとうございます。